今日の日本列島は高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、福岡県久留米市で 35.6 度、大分県日田市や佐賀市で 35.1 度となり、今年初めて猛暑日を記録しました。岐阜県の小学校では体育の授業中に男子児童が熱中症の疑いで搬送されました。東京都心では 31.1 度と2日連続で真夏日となりました。関東甲信はこの先もしばらく晴れる日が続き、梅雨入りは来週以降となりそうです。